こんにちは、かよです。今日はリクエストをたくさんいただいておりました。私が本当に効果を実感したエイジングケアアイテム総まとめ編を紹介したいと思います。年齢サインが気になるアラサー以上の大人女子の方にぜひ参考となれば嬉しいです。では早速始めていきます。まず最初はこちら、セリマックスザ・リアルノニ水分バランシングトナーです。こちらは私の本当に大好きなノニシリーズです。ノニエキスが 80% 配合されており、保湿・鎮静・弾力効果のある栄養トナーとなります。テクスチャーはシャバシャバ系の水タイプです。スーッと柔らかく馴染んで、仕上がりはさっぱりしながらしっかりと潤います。お肌が荒れている時はコットンパックをするとお肌が早く回復するのを実感できます。香りはほんのりハーブの香りとなります。使ってみた感想は、こちら本当に張りや弾力がないなと思った時、肌が荒れている時、乾燥している時など、どんなお肌状態の時でもお肌を健康な状態に取り戻してくれるので、こちらは本当に絶大な信頼を置いているトナーです。先日1週間入院していたことがあったんですけれども、必要最低限のスキンケアしか持っていけないので、全てセリマックスのノニトナー、ノニアンプル、ノニクリームの3点セットを持って行っていました。病室は団体部屋だったので24時間空調が効いていて、本当にパサパサになるぐらい乾燥していたんですけれども、体調は悪かったにもかかわらず、お肌は今までにないぐらいコンディションが最高の状態になっていました。今回エイジングスキンケアの総まとめ編となるので、アンプルやクリームも一緒に入れたかったんですけれども、他のブランドのアイテムもたくさん紹介したいものがありますので、今回はこちらのノニトナーだけ紹介させていただきました。続いてこちら、ナンバーズイン3番ウルツヤ発酵トナーです。こちらも本当に何度も紹介している、私が実際にお肌が変わったなと実感できたアイテムでした。発酵成分が50種類入っており、韓国の有名デパコスに似ていると話題の発酵トナーです。テクスチャーはトロッとした美容液っぽいタイプです。ベタつかない使用感で肌の内側までしっかりと潤い、インナードライを防いで表面はサラサラしながらツヤが出るのが実感できます。使ってみた感想は、こちら本当に使えば使うほどお肌のトーンが明るくなり、弾力や小じわ、あとはプツプツした吹き出物なども改善されたなというのを感じました。トナーを変えただけでお肌が変わるというのはあんまり実感したことがなかったんですけれども、こちらのトナーは本当に私のお肌に合っているなと実感したアイテムでした。栄養感を与えながらも、トラブルケア、エイジングケアとお肌の総合的なケアができるので、こちら1本持っていて損はないアイテムかなと思います。続いてこちら、コスRXフルフィットプロポリスライトアンプルです。こちらプロポリスエキスが 83% 含まれており、保湿、栄養、弾力、鎮静の効果が期待できるアンプルです。テクスチャーはとろみがありますが、ベタベタ感がなく不快感がありません。馴染んだ後はお肌に弾力と張りが生まれ、ツヤのあるもちもち肌になります。プロポリス系は癖のある香りがあるスキンケアも多いんですけれども、こちらは香りがほぼない点も嬉しいです。使ってみた感想は、私はプロポリス成分はすごくお肌に合っているので、冬の季節は必ず取り入れる成分なんですけれども、たくさんあるプロポリススキンケアの中でもこちらのコスRXはお値段もお手頃ですし、使用感なども総合的に一番使いやすいなと感じたアイテムでした。他のものは塗った後ちょっとベタベタするなというものもあるんですけれども、こちらは全くベタベタしたりもしないので、朝のメイク前に使ったり、クッションファンデやリキッドファンデに少し混ぜてツヤ出しに使ったりもしています。同じシリーズのプロポリストナーも保湿感や栄養感がたっぷりとありながらも、さらっとベタつかない使用感なので、プチプラで使用感のいいプロポリススキンケアをお探しの方におすすめしたいシリーズです。続いてこちら、魔女工場ビフィダバイオームコンプレックスアンプルです。魔女工場はいろんなシリーズが出ているんですけれども、エイジングケアといったらやはりビフィダバイオームシリーズかなと思います。中でも私の一押しはこちらの美容液です。ビフィダバイオームという乳酸菌由来の発酵成分と5種類のプロバイオティクス成分が配合されており、揺らぎやすい肌環境を基礎からケアし、ストレスやマスクにも負けないバリア機能をサポートしてくれます。テクスチャーはトロッとした濃厚なとろみタイプです。さらっと馴染んで、馴染んだ後はお肌が内側からもっちり柔らかくなる感じがあります。香りもほぼなく、刺激が全くなく、優しい使用感です。使ってみた感想は、こちらは劇的なエイジング効果というよりは、揺らぎやすいお肌のコンディションを整えてお肌をいい状態に安定させてくれるという感じの美容液です。乾燥したり、お肌が揺らいだり、年齢による小じわなどが気になるという方に、コスパが良くて優秀な、ぜひこちらの魔女工場のビフィダシリーズをおすすめしたいです。続いてこちら、セラムカインドチャーガチャージングドロップです。先日9点購入品でこちらのセラムカインドの5種類の美容液を簡単に紹介させていただいたんですけれども、その後しばらく使って
ってみて、中でもこちらが一番エイジングケア効果があると実感したので紹介させていただきます。チャーガは北緯45度以上の寒い地域で白樺に育つキノコのことで、厳しい寒さに耐えて生き抜くために白樺の栄養をしっかりと吸収して、15年から20年間の間ゆっくりと成長するキノコのことです。こちらはシベリアのチャーガキノコエキスを50万 ppm 配合しており、高い回復力を持つ栄養セラムです。チャーガはメシバコブより 10.8 倍も高いベータグルカンやポリフェノールが配合されており、お肌の高い保湿と栄養を供給してくれるセラムです。テクスチャーはかなり濃厚なとろみタイプです。少量で伸びが良く、伸ばすとハリ感と潤い感が出てお肌が生き生きする感じです。香りは一切ありません。使ってみた感想は、チャーガは初めて使用する成分だったんですけれども、使うごとにお肌のハリ感がアップして、たるんだ毛穴もキュッと小さくなって、ふっくらプルプルっとしたお肌になって、お肌のコンディションがすごく良くなったのを実感しました。またチャーガ以外にもバリア機能を高める様々な天然成分が配合されており、これから寒くなる季節にぴったりのエイジング集中美容液かなと思います。ちなみにセラムカインドの9点公式を見ると、こちらのチャーガエキスの粉末も発売されていました。お水に溶かして飲んだり、ヨーグルトに混ぜて食べたりと、お肌にもいい成分なので、体に取り入れたらインナーケアとしてもすごくいいかなと思いました。パウダーは水と混ぜて洗い流すパックとして使用できたり、黒砂糖やチャーガセラムを混ぜて手作りのスクラブを作ることもできるそうなので、いろいろ活用度が高いチャーガのパウダーも次の目変わりでチェックしたいなと思いました。続いてこちら、ヒュッケナチュラルリペアセラムです。こちらも以前9点目変わり秋冬で買うべきスキンケアで紹介させていただいたんですけれども、エイジングケアアイテムとしておすすめの一品です。精製水の代わりに抗菌エキス 66.7%、 植物性のペプチドや17種類のアミノ酸などが配合されており、美白、トラブルケア、弾力ケアができるエイジング美容液です。テクスチャーはかなり濃厚なとろみタイプです。スルッとお肌に馴染んで、1回でも保湿力が高く、内側からもちもちのお肌になります。香りはほんのり高麗人参のような漢方系の香りがします。使ってみた感想は、漢方系の美容液ってすごく高いイメージがあるかなと思います。私もこのようにプチプラコスメにハマる前は、ソルファスなどの韓国デパコスもちょこちょこと試してみていたんですけれども、漢方の香りとか使用感はすごく気に入っていたんですけれども、どうしてもお値段が負担になってなかなかリピできないという部分がありました。でもこちらは漢方系のスキンケアの中でも成分も優しく、お値段も割とお手頃な方なので、続けやすいという点が気に入っています。保湿力がすごい高いので、乾燥肌の方はもちろん、ハリが低下してくすんだお肌にたっぷりの栄養を補給したい方など、ぜひこれからの季節におすすめしたいアンプルです。続いてこちら、エスネイチャーアクアコラーゲンペプチドエッセンスです。こちらは前回ファエトップ3でもランクインしていた韓国でも大人気の美容液です。こちらは小じわケアができる導入美容液となり、ハリ、弾力、保湿、鎮静が同時に叶います。8種のヒアルロン酸、ペプチド、アデノシン、コラーゲンのほか、様々な植物性の鎮静成分が配合されており、お肌の障壁を強くしてくれる効果も期待できます。テクスチャーはみずみずしいジェルタイプです。伸びが良く、油分感がなく、伸ばした後は水分感あふれるもちもちの吸い付くようなお肌になります。香りも一切なく、季節問わず使いやすいかなと思います。使ってみた感想は、こちら洗顔後一番最初に使う導入美容液としてすごく使用感がいいです。こちらの後にクリームだけのシンプルなスキンケアでも、全く乾燥せずハリや弾力などお肌がプルプルっとするのを感じることができました。導入美容液として使うのはもちろんなんですけれども、通常の保湿美容液のように化粧水の後に美容液として使っても大丈夫です。こちら水分ジェルのような感じなので、保湿美容液のような使用感なんですけれども、プルプルジェルの中に栄養感がたっぷりと詰まっているので、年齢サインは気になるけれども、重たいテクスチャーはちょっと苦手という方におすすめしたい美容液です。続いてこちら、ラウンドラップ薬豆栄養クリームです。こちらは薬豆エキスとセラミド成分が配合されており、外部刺激やストレスで乾燥してしまったお肌を内側から保湿をして、ハリや弾力をアップするクリームです。またシワ改善成分が配合されているので、保湿や栄養補給をしながらしっかりとエイジングケアもできます。テクスチャーは柔らかい濃厚なクリームタイプです。お肌に伸ばすと油分感がありながら、スルスルっとみずみずしくお肌になじみます。伸ばした後はベタつき感はないですが、油分感があるのでもちもちっとしっかり保湿された感じがあります。香りは若干豆の香りなのか、少し成分の原料臭みたいな香りがあります。ただ強くないので私は全然気にならない程度でした。使ってみた感想は、こちら本当に保湿力が高く、乾燥でハリ感が低下している時のお肌や、お肌が疲れているなという時の夜の栄養クリームとしておすすめです。夏場とか朝はちょっと
重たく感じてしまうこともあると思いますので、秋冬の夜用のクリームとしていいかなと思います。最後はこちら、ドクターディファレントビタリフト A です。レチノールはエイジングケア成分の中で一番目に見えて、そして即効性の効果が実感できた成分でした。こちらはシワ改善効果の期待できるビタミン A レチナールが配合されており、お肌のいろいろな悩みを総合的にケアしてくれるスペシャルナイトクリームとなります。シミ、シワ、たるみ、キメ、毛穴など、こちら1本で総合的なエイジングケアができる点が嬉しいです。テクスチャーは柔らかいクリームタイプとなります。肌なじみがよくスルッと浸透します。塗った後は少しペタペタ感が残るかなという感じです。ビタミン A レチナールは成分の特性上、光と紫外線に弱いので夜だけ使用するようにしていきます。使ってみた感想は、レチナールは刺激が強いので、こちらは一番弱い濃度のものから始めていって、そして最初のうちは手持ちのクリームと混ぜて部分的に使って、徐々にお肌に慣らしてから今は全体的に塗るようにしています。レチナールは本当に効果を一番実感したアイテムであり、年齢サインやエイジングケアを始めたいという方にはぜひ取り入れたい成分かなと思います。一番最初は弱い濃度から始めていって、お肌が慣れたら徐々に上げていくのがいいかなと思います。こちらは一番弱い濃度なんですけれども、段階ごとにパワーアップしたアイテムもありますので、次はもう一段階濃度の高いものを次の目変わりで購入したいなと思っています。ではここまで私が本当に効果を実感したエイジングケアアイテム総まとめ編を紹介させていただきました。気になるアイテムなどはありましたでしょうか？エイジングケアは栄養成分が含まれているものも多いですが、保湿力が高いものも多いので、これから秋冬の季節に取り入れていくのもいいかなと思います。ぜひ次回の目変わりのご購入の参考となれば嬉しいです。インスタでも動画のまとめや動画では紹介できなかったアイテムも載せておりますので、合わせてフォローしていただけると嬉しいです。こちらの動画が参考になりました方、高評価やコメント残していただけると次の動画を作る励みとなります。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。